はい、えーと、ゲームコレクターの酒館ですえっ、ー、と本日はえっ、ー、と2019年の9月の18日サッカー学院ゲームコレクター部スタートですちょっと足元がいろいろと <laughs> あれなんでまあいいやえっ、ー、と本日の記念日ゲームはえっ、ー、と1999年の9月18日に発売された「ウイニングポスト4」を扱います これ、ね、ウィニングポスト4はね、ちょっと一つ凄まじい特徴があってね。えっ、ー、と、まあ、パッケージがこんな感じ。まあ、シンプルなんだけど、うーん、インパクトもあるんだけど、まぁ、あ、ウィニングポストってシリーズがね、あの、もともとなんだろう、僕が知ってる限りだとスーハミとかから始まってるのかな。家庭用ゲーム機だと。で 3DO とか、サターン、プレステあたりがなんか、ちょっと EX とかね、ちょっと特殊なタイトルの付き方がしてて、2-3って感じとか、2-3あたりは多分プレステ・サターンあたりかな。主流で、4になって、まあ、まだ次世代っていうか、プレステ・サターンのあたりだったのかな。あ、プレステか、サターンはないかな。プレステに固定された感じかな。 たんですけど、それにしても馬出さないかっていうような感じのまあ豪快なパッケージでしたでえー、っとまあ帯がつくとねまあこんな感じになるので若干説明は入るけどでもそれでも馬がいないんですよねえー、っとまた一歩本当の競馬に近づいた 競馬シシミュレーーョンゲームウィーニングポスト4ってまあウィーニングポスト4大体知ってる人が買うタイトルだからまあでここにも競馬シミュレーション書いてあるしまあ馬の絵がなくてもいいのかなっていう感じがしなくもないんですがまあそういうちょっと特殊なインパクトのあるパッケージでしたはいでだからこれが20周年だからただスーハミとかで最初出てるからまあ、25周年は超えてんのかな まあそんな感じでしょうか。で、裏面こんな感じね。えっ、ー、と、そのすべてがドラマ、そのすべてがリアル。自分だけの血統を作れるから、えー、競馬世界がリアルリッチ。生っ粋の競馬ファンもビギナーもさあ、ーウィーニングポストワールドへ。えっ、ー、と、海外競馬がぐ、えーんと充実。海外重賞レースも400以上サポート。新配合システムで馬の一頭一頭を見事に個性化。 迫力満点、手に汗握るレースシーン、あの有名ジョッキーももちろん実名で登場ということでね、いろいろとアピールポイントがあったのかなと、まあ、このシリーズっていうのは、1個タイトルが出ると、その後何年間かは、えっと、年度版、まあだから野球ゲームとかでよくある何年度版みたいな感じで、これもウイニングポストの後ろに年がつくようなね、感じで発売されてて、今、9かな。 だ多分何年間かこの同じやつであのマイナーバージョンアッププラス年度の新作を出していってデー,タをデータを入れ替えていってで何年か出すとその時多分平行で作ってる新しいバージョンに入れ替わるっていうような <laughs> まあ光栄さん声さんそういうの多いですもんね <laughs> 無双なんかもまあ無双 出したら「猛獣伝」出して「エンパイア」出してとかねえっ、ー、と通常のシミュレーション系だと最初に普通に出してその後ウ w i t h p o w e とか出したりとかまあそういう感じがあるんでまあウェイニングポストもそういう商売のと開発サイクルがこううまく回ってるタイトルだから何気に25年ぐらい多分出てるからあの まああのー、そうね無双より長いもんねで安定して出てるから多分まあ信長が一番長いでしょで次に三国志でしょでその次っていろいろとこううんジンギスカン 青狼オオと白木ジカが出たりとかえー、とま維、あ、新の嵐とかねえっ、ー、と水湖殿とかねえっ、ー、となんだロイヤルブラッドとかいろいろ出てるけどあの辺ってそのあとシリーズがそんなにこう続いてない <laughs> ないんで、まあ、ウィニングポストっていうのはそういう意味では光栄テクモの、まあ、3番目ぐらいに今続いてるタイトルなんじゃないのかなという感じがします <laughs> ということでねこれで終わりじゃないんで 当然ながら、その次のバージョンっていうのが、まあ、こんな感じ。<laughs> まあ、ちょうどここが広がってるんだけど、まあ、ここにね、プログラム2000っていうのがあるんで、ここを見せないといけないから広がってるけども、まあ、で、ここにも書いてあるから2000って、うっすらと。というようなパッケージ。これ帯あるかなありました。えっ、ー、と、こんな感じね。うん。 えっと新たに沸き上がる感動とドラマ競馬ロマンの神髄がここに競馬シミュレーションゲームウィーニングポスト4プログラム2000で競馬ゲームならでねカタカナ公営、えー、まあカタカナ公営はいいのかもう変わってるかまあここもねだからこういうちょっと馬アピールは出てますねここの馬も大きくなってるし。 ほぼほ、本体ほぼ持ってるマニアうーんマニアなのかなわかんないゲーム長い時間遊んでるとまあ本体はどんどん増えますよねうんちょっと待ってくださいねえー、っとあれ まあいいや <laughs> なるほどさてえっ、ー、とねウィニングポストまあ2000プログラム2000なんですがまあ裏面を見ていくとねまあこんな感じまあそうだねこれ比較して読む方がいいのかなあでもだいぶ変わってるかな新たに湧き上がる感動とドラマ「競馬ロマンの神髄がここに」まあ、この裏面にも書いてある言葉ですねあこんばんはですはい でえー、と2000年の競馬番組に対応、2000年の、えー、と競馬番組に対応ダ、えー、ダート国際 G1 の創設、えー、重賞やクラシックトライアルなど、まあまあ、いろいろそういうの書いてあったりしますね。うん。だから、あとはあれか、ポケットステーションに対応してますね。うん。まあ、種馬エディターとか出てるけど、まあ、 まあ基本はマイナーバージョンアップなんだけども今と一緒ですね本当に今もまあ年度が変わると最新版のデータを入れ替えつつそのうんまあちょっとした要素を追加するでこの時はねポケットステーションの追加っていうのがまあ1個ポイントだったんでしょうねでウイニングポスト4はあのプレイステーションでは実はこの2作なんですけど ここからまだ発展してるんですよ。<laughs> これね、プレイステーション2でウイニングポスト4、えー、とマキシマムっていうのがこう出てます。はいだから、えーとまあまあ、ウイニングポストの1がスーァミから出てこうそう、プレステ、サターンとか 3D 用にこう移植、バージョンアップ移植してて、 で、2、3は多分プレステサターンでしてて4もプレステに来たんだけどここで初めてその同じゲームが動く上位ハードが出たっていうねところなんですよだからプレステ1ってことはプレステ2でもウイニングポストは遊べるわけですよこれででもここでこの1個上位バージョンみたいなこのマキシマムっていうのを出してくるところがこの孝栄さんの商売ですね で裏面はこんな感じ、まあ、ちなみにねこはこういうアピールの仕方してるから同じで言ったらここにねでかでかと4なんだけど、まあ、4のねあのこのおも面影はあるんだけどもだいぶこう馬をちゃんと出すようになりましたね。で裏面読むと「<laughs> オーナーブリーダーオーナーブリーダーとなって競走馬を生産育成そして応援これが興奮と感動の競馬ワールド」。 まるで本物の競馬を見ているような映像美、共、え、楽、ーえー、あ、違う、共端のグラフィックをが見せる、えー、迫力の 3D レースシーンでワールドワイドに競馬を楽しむ、とは決闘作りがよりリアルに、ね、ってことで、まあ、PS1 から PS2 に出るってことで、あのー、まあ、グラフィックが強化されてるのは当然ですよね。うん。まあ、そういうようなところも、 まあこのウィーニングポスト4がちょうどこのハードの歯坂位置に出てるってところで、まあ、こういうようなあの生き残り方をしたとでちなみにねこれあのもう一個あってウィーニングポスト4マキシマム2000っていうのも出てますはい <laughs> だからこれはね あのこのこ馬の絵柄は一緒なんだけど背景が違うっていうねここうなんかこのポケモン的色違い殺法みたいな感じですけどはいでまあこっちになるとまあやっぱりね2000年出てるマキシマムに2001年バージョンが入ってるからこれは年度のね違うバージョンっていうことは確実にあるんですよでオー,ダーオーナーブリーダーとなって新生地競馬をいち早く体験ってことでまあ一応ほら 2000年から2001年になるってことは1世紀変わるわけですよ。っていうところをまあこう新世紀競馬っていうね表現をしてると。で、教、え、端、ー、のグラフィックが見せる迫力の 3D レースーこれさっき見たな。で、2001年の最新データをいち早く採用。で、ワールドワイドに競馬を楽しむ海外・海外地方レースが充実。配合理論が進化。血統作りがよりリアルに。まあ、こっちが、これは今回初めてかな。 で、快適なプレイを実現する多彩な追加機能ということでいろいろ強化されていると。でまあ、このあとねここから今度はまあ、発展としてはここにあるのは、ね、データ連動で、ウイニングポスト4マキシマム2001でこれ育てた相場は G1 ジョッキー22001、えっと、で、えー乗,車えー、乗馬可能。 で、G1 ジョッキー2や2001で育てた騎手が本作に登場するってこういう連動してるんでまあ、当然この G1 ジョッキー2についても見ていくとまあ、だからこの光栄,光栄さんは実はね競馬のゲーム2本出してるんですよウイニングポストっていうそのシミュレーションラインと、まあ、G1 ジョッキーっていうまあアクションって言っていいのかなまあ自分が馬に乗ってこう走るっていうね まあそういうものをこう出しているというところです。なのでね、なんとなくロゴに似てるじゃないですか。この馬もいるし。で、裏面。で、君の手さばきが、えー、競馬史に新たな伝説を刻む。まるで本物のジョッキーになったような、非、え、常、ー、感、リアルタイムアクションで展開する迫力の 3D レースシーン。ということで、まあ、この時からね、 えとこっちはもうこういう馬に乗ってるぞっていう写真がまあこうあるんですけど、まあ、こういうようなスタイルで、まあ、そういう絵で耐えられるような本体あゲーム機になったってことですよね。プレステというところでより近くのものとかねこの目線で見るあの全体像っていうのがリアルになってるからまあ できててるのかなっていう感じはしますねでまあ当然これもね光栄さんなんであのこうやって2001は出てるわけですよねでこれも2001年の新作って新データっていうようなやり方をしていますまあここまでですかねはいということでえー、っと今もシリーズ出てるか出てます出てます今9ですね で、えっ、ー、と、オーラアイティさん、えっ、ー、と、今 PS3 の7してる。あー、僕はね、つい最近8をね、あの、プレイステーションビータで2015年ぐらいに出てるやつがまずあって、それのデータで 30, 30年、えっ、ー、と、100億円稼いだやつを、あの、 2015に持ってって試しプレイしてそれをもう一回2016に持ってって試しプレイするということをやってるけどもやったんですけどあんま変わらないんですよねプレイ感覚 <laughs> うんまあ1個やればいいかなっていう感じがしましたはいえっ、ー、と4だけめっちゃ出てるんですねいや4だけじゃなくて5も6も多分いっぱい出てますはい8もだから2 0 0 8は最初8が出て2016 2016、2017、2018まで8が出てますね。うん。で、今2019年は、えっと、ウィーニングポスト9に変わってます。はい。今、ストフォーしてウルトラ。失 <laughs> あ、え、そうなの <laughs> わかんないや。えー、っとですね。 いつも紹介している Nintendo6 用のパッケージなんですが、今日は、えっ、ー、と、新日本プロレスリング、闘魂ドームだっけこれ。こういうやつね。2ですね。2作目。ハドソンのプロレスゲームの2作目ですね。えっ、ー、と、ザ・ネクスト・ジェネレーションってやつですね。はい。で、これは、えっ、ー、と、まあ、あれですね。絵柄的にはこの、 長野さん、今でもねもうあの、今ではもう年末のビンタの人とかまあ、もしくはえー、っと東京 MX のくじの顔ですかまあそんな感じの蝶野さんとまあ橋本さんねちょっと若くしてお亡くなりになっちゃった橋本さんがこう向き合ってるような絵柄ですねまあでもこれ結構地味にいっぱい人いますね有名な人いのちさんもいますね イノシさんいていい時代なのかちょっと僕もよくわからないんですけどなんか結構いろんな人いますね、うん、でも後ろの方、うん、これこれ長州さんかな、うん、まあいいやはいで横はこんな感じでねでかでかと出てロゴが出てるんだけどこっちはちょっとちっちゃいしこの面にはねこのあの 中古禁止マークが入ってますね中古とかレンタル販売禁止ですね。で、黒パッケージなんでそこも黒です。で、裏面、えー、と戦いの魂、ここに極まる。えー、前作、あ、闘魂ロードか。これロードって読むのか。ロード。まあいいや。えっ、ー、と、前作、闘魂ロードが炎のパワーアップ。 今回は新日本プロレスならではの華やかな入場シーンを迫力満点で再現したのが大好評のラーニングに加え君だけのオリジナルレスラーを作るレスラーシャッフルや年間シリーズを戦う MVP など新モードを追加ジュニアの選手も多数参戦しリング上はますますヒートアップするぞということで、まあ、3つのモードが追加されてますね MVP レスラーシャッフルで技表だそうです うん、まあそんな感じでねなんだろうこの64とかまあプレステ2ぐらいまでかなあのプロレスゲームが結構多種多様にまあ野球なんかもそうだけどねサッカーもそうか多種多様に出てたのが今だとプロレスってあんまり見ないですよね最近うんまあいい時代でしたはい。 で、えっ、ー、っと、なんだっけ、昨日あの、トルバーブルックをまあ、絶賛してみたんですけどなんかこのタイプのゲームなんかないかなーって、ね、いろいろ考えてみたんだけど今日たまたまいじってたゲームがそれっぽかったんだけどえー、っとねこれ「プリズナー・オブ・アイス」これがねそれっぽいんだけども それっぽいんだけども、なんとなく雰囲気的に僕がやりたいのはこれじゃなかったという感じ。まあ、それは勝手な思い,思いなんですけど、はい。えっ、ー、と、ファイプロが復活にちょっと失敗していましたっけえっ、ー、と、ファイプロ、あの、出てましたね。あの、新日と組んでましたね。ファイプロの新作は。えっ、ー、と、ファイプロの新作は、これね。 ファイアープロレスリングワールドねこれ新日本新日と組んでるんであのレスラーがねあのパーツがあの新日のレスラーになってたりとかあとはあのストーリーモードがね新日のレスラーのバストアップの,あのキャラあのアドベンチャーゲームでよく出るあの会話シーンであの 新日の人たちにいろいろ言われながらトレーニングするような作りになったんですけど僕はちょっとあれはうーんまあいい,いいでしょうはいでえっ、ー、と僕のねブログの方でえっ、ー、とちょっとちょっとバタバタしててさっきアップしたばっかりなんですけどえっ、ー、とパッケージや取説で答えを確認できるクイズってことでこれこのジャンル何でしょうみたいなのね あの、「おいしんぼね」ね、うん、これね「おいしんぼ」っていうゲームはアドベンチャーゲームであれかなゲームセンター CX で有野さんも挑戦してたと思うんですけどこれがねまあ「おいしんぼ」究極のメニュー3本勝負ってことでまあ3種類のねあのシナリオが入ってるんですよ。で基本的にはこのこの山岡さんと何だっけこの人この人はあの お父さんでしたっけこれがバチバチやるのは確かなんだけどでそれで3種類の品をそれぞれ作るシナリオの最後のシナリオでここはバチバチするのかな確かで僕の中ではもう暗記者のイメージしかないんですけどあのただあのやたらとねこう逮捕されたりしてゲームオーバーになるってわけわかんないね原作ではありえない展開がいっぱいあるんですけどうんそうそうかやまかうん あ、そうそうそう、ザ山さんね。でね、この、これはね、あの、これ、漫画のね、本の体裁でデザインしてるんですよね。このね、漫画が続いてるような、漫画がこういう、なんかこう、真似しやすいような、あの、デザインだと、やっぱゲームでもこういうデザインを採用したくなるんですよね。パロディーとして。うん。なんか、これはよく分かります。僕もやったことあります。はい。 で、えー、っとまあ、横見るとね、こう、おいしいん坊究極のメニュー3本勝負。で、まあ、こんな感じで、まあ、縦。で、ここは FF マークか。で、裏面。えー、っと、で、おいしいん坊究極のメニュー3本勝負。究極のメニューを目指す味覚アドベンチャーゲーム。ってことで、ね、味覚アドベンチャーっていうんですよ。 単なるアドベンチャーじゃなくて味覚アドベンチャー。ただねあの味覚って言われると思うのがやっぱりファミコンのね画面であの食べ物を美味しそうに見せるっていうのはすごい難しいんですよ。あのまあ、スーファミでも難しいかもしれないけどファミコンであの美味しそうなものを見せるってのは難しいんですよ。 だから味覚がつくかっていうとまあちょっとね微妙なんですよね。「君もこれでおいしんぼさらに原作者カリア先生書き下ろしのオリジナルストーリーで大満足ってことで、まあ、オリジナルストーリーが入ってるっていのは売りなんですけどあのー、これねよくある話なんですけどあのー、アドベンチャーゲームのシナリオってやっぱりプレイヤーが選んでなんぼなんですよ。だから、 その一本道を崩してシナリオに落とすそのゲームの方のシナリオをこう構築する人の力量が問われるっていうかね。だからアドベンチャーゲームも行ったり来たりしてこういろいろ謎解いたりしていく中で、あのただこの原作者の一本道をこうたどればクリアできるような感じになっているよりはその側面にねいかにこう味付けがあるかっていうのが大事なんですけど。 そこがちょっと辛かったような気がするんですよね、個人的には。はい。まあ、まあ、しょうがないですよね、それは。うん、なんかそんな感じでした。はい。で、えっ、ー、と、なんだっけな、何やろうとしてたんだっけな。あ、そうだ。えっ、ー、とね、ちょっとね、YouTube の方にね、先週ぐらいのやつ、に投げてた、 9月8日か9月8日の、ね、やつにコメント欄で,でね1つ質問が来てたんですよ初めまして、えー、まあ、い,いやこれ名前はいいやえっ、ー、と以前ファミコマニアというサイトで、えー、作家さんのことを知りましたレトロゲームに精通している方と見込んでお聞きしたいお聞きしたい、えー、お聞きしたいことがあります以下の条件に合うファミコンゲームを探してます1バードビュータイプのゲームです GTA っぽいゲームです2 ビルのある都市がステージです。3、乗り物に乗り降りできます。降りても戦えるのがポイントです。4、敵を倒すと武器アイテムが出現します。5、ただし以下のタイトルは除きます。えっ、ー、と、モーターシティポーンパトロール。えっ、ー、と、ディック・トレーシー。デス・レース。えっ、ー、と、フーフレーム・トゥ・ラビット。えっ、ー、と、ロムシティ・ランページ。 マッドマックスメタルマックス何かご存知であれば返信にて教えてくださいよろしくお願いしますわからないけど皆さん分かりますかねこれ <laughs> うーんバードビュータイプのゲーム GTA っぽいゲームってこうなんか乗り物を乗り降りできてっていうとなんかもうもうそれこそプレステの GTA まで思い,つ、ね、思いつかないんですけどね あったのかな海外のゲームなのかなこれうんなんか乗り降りできる自体がなんかファミコンだとかなり厳しい気がするんですよねまあい,いやこれはちょっとあの今後の課題としてとっときましょうはい <laughs> まあ正直あの見てピンとこなかったんではいそんな感じです あメタファイト確かにねメタファイトでもメタファイトってあのー、乗り物乗ってる時サイドビューなんでこれの条件とちょっと違うんですよねメタファイトってあれサイドビューでちっちゃいキャラになるけどでいどっか入建物じゃないや洞窟とか入るとトップビューでデカキャラになるけどバードビューでねその乗り物乗り降りとかいろいろっていうのがちょっとなんかうん ちょっと違うような気がするんですよね。そう。これはちょっと難しいですね。うん。まあ、そんな感じです。そっか、ちょっと先日ねあの、ちょっと紹介しようとしての乗り遅れてたものが、先日、あの、僕のブログの方で、さあ、ハードはファミコンみたいです、ファミコン。うん。 で、僕のね。ブログの方であのな何気に uno やりたくなって、ゲームボーイの uno スモールワールドってこう？プレイをね。やってみたんですよ。これ uno の中であのまあ、陣取りみたいなやつで、日本の日本地図をね。8分割ぐらいしてて、まあ、地方ごとに分割してて、そこの陣を取ってって最後日本制圧すればいいっていう。まあ。 海外からした UNO にあるまじき感じなんですけども、まあそういうのが入っててね、そのモードをまあクリアしてみたわけですよ。で、これパッケージはね、えー、っと、全米ナンバーワンカードゲーム UNO がついに登場、全米ナンバーワンのカードゲーム UNO が3つのモードで遊べますってあるんですけど、これ続編の2にもね、同じようなパッケージなんですよ。ちょっと減ってるんですけど、絵柄的に。で、まあこれね、 こっち見るとねまあ、こっちの1の方がキャラ多いんですよ動物がいてで2の方が動物いなくなってるんですけどこれ見るとねこれ同じようなこと書いてあって全米ナンバーワンのカードゲームうのがついに登場全米ナンバーワンのカードゲームうのが2つのモードで遊べます圧倒なくて、まあこれ同じこと書いてあるんですけどこれ何を言いたいかっていうとこれ陣取りの素のゲーム遊んでみたら全く同じでクリアした時の画面も同じだったんですよ で、これね、ワンの方は、なんか動物で遊べるようなスモールワールドがついた、なんかね、うののね、違うゲームが入、モードが入ってるんだけど、こっちそのモードがない代わりに、スーパーゲームボーイから対応になってるんですよ。ということでね、なんかこう、なんかあまりにもね、ひどいって思った続編タイトルでした。これで、ね、赤と緑なんで、ポケモンっぽいんですけど、まあ、ポケモンより先に発売されてます。 ということで、えー、っと、まあ、そろそろ配信は終わりになりますが、この配信はゲームコレクターの作家が日々の活動やゲーム関連のニュースに対して思ったことを述べていく配信です。皆様のコメントアイテムが日々のコレクター活動の糧になるのでぜひよろしくお願いします。YouTube においてはいいねをよろしくお願いします。 えっと、コメントアイテムで生配信に参加できるのが、えっ、ー、と、FUATCH。過去の配信を確認できるのが YouTube になります。ほぼ毎日、だいたい深夜1時に FUATCH にいて約30分の生配信をしてますので、フォローをよろしくお願いします。で、さっきの質問なんですけど、YouTube のね、あの、えっ、ー、と、僕のあ、この2019年9月8日配信のやつにコメント欄があるので、 確認していただける人は確認してみてください。ということでえっ、ー、とそうですねちょっとシェンムについては明日やろうかなとうっすら思ってます。ということで以上作家でした。